皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。終わりの見えないコロナ禍、2019年12月に中国の武漢市で1例目の感染者が報告されてから2年以上が経過しますが、様々な対策がなされつつも未だ収束の気配は見えない毎日が続いています。そんな中で世界的には感染者数が増加する中でも経済活動を続けるウィズコロナの考え方が広まってきており、日本でも政府が新しい生活様式を提唱するなど、新型コロナにどう対処しどう向き合っていくかが世界各国で議論されているのです。新型コロナウイルスへの対応策は国によって様々、厳しい外出規制を課したりマスクの着用を義務付けたりする国もあれば、感染対策をしようと思っても必要な物資が供給できず十分な感染対策が行えない国もあるようです。感染者を減らしたい、早く収束させたいという気持ちはどの国にも共通することと思いますが、具体的な対応策やそれに対する国民の反応に関しては、その国の国民性がよく表れていると言えるでしょう。もちろん日本でも様々な感染拡大対策が行われていますが、日本の対策はロックダウンを行う諸外国に比べて強制力が低い、水際対策が緩いなどと批判を受けることもあります。確かにそのような報道をテレビやネットニュースなどで見ることも多いでしょう。しかし隣の芝は青く見えるもの、日本国内だけを見ていては日本の良さに気づけないことも確かです。そこで今回は、長年日本に住んでいる外国人が語る日本の良さについて見ていきましょう。コロナ禍だからこそ見えてきた日本の良さにも注目していきます。昨年末に日本在住の米国人が語った日本、まずご紹介するのは昨年日本に移住してきたアメリカ人起業家による投稿です。彼は日本で生まれ育つということは宝くじに当たるほど恵まれていることと語っていますが、その真意はどこにあるのでしょうか。彼の投稿を見ていきましょう。日本人よ、外国人である私の不自由な日本語を我慢して最後まで読んでください。目を覚ませよ。日本人は準絶滅危惧種である。日本文化は準絶滅危惧種文化である。日本文化を見捨てないでください。海外のあの国この国と比べ、あの点この点について日本は遅れているとわめくリンクトインでの日本人の投稿が結構ある。外国人だから言える今の日本を当たり前だと思わないでください。母国に対する謙遜感を持つのは理解できる。それこそが日本人の心だから。でも遠慮して日本の良いところを PR せずに日本のダメ出しばかりすればどうなるであろう。去年アメリカ合衆国から日本に移住したばかりの私が伝える。日本にしかない素晴らしい文化を当たり前にし海外の真似ばかりすれば、日本のいいところがなくなった時初めて何々がないと嘆くことになる。そうなってからでは遅いよね。日本政府のコロナ禍対策に不満を抱き文句を言う日本人もいる。民主主義の中で根本的に発言権が人権として守られている国なので、それは結構である。政府の対策を批判してもいいが、最終的に日本政府は日本国民の素晴らしい自粛力に期待して適切な対応策を実施した。振り返って断言できるが、特に他国と比較しても非常にうまく行われた。この時代の日本で生まれ育っただけでどんなに恵まれているかわからない。皆様はすでに宝くじに当たった。今の米国のように秩序がなくなり暴動が当たり前の国にしたいのか、または
中国のように反政府的な発言をする者が蒸発する国になりたいのか。日本をバラ色の眼鏡で甘く見ているわけじゃない。冷静に日本を観察して欠点も十分に承知している上でこの結論にたどり着いた。日本は脆くて奇跡的にバランスの取れている貴重な民主主義国である。日本には真似すべき国など存在しない。人は欠点ばかりに目が行くと良い部分になかなか気づけず、時にはそれを当たり前なものとして見過ごしてしまうこともあるでしょう。しかし、様々な国の様々な側面を見て視野を広く持てば、マイナス面だけでなくプラス面をもしっかりと見つめることができるのかもしれませんね。この投稿には日本人から様々な感想が寄せられており、その通り、日本は素晴らしい。世界中でビジネスをしていると日本人というだけで付加価値をつけてもらえる。自信過剰なのは困るが、自分に自信を持つことは大切。海外で生活すると日本の良さに気づける、などといった肯定的な意見が多く見られました。長年日本で暮らす外国人がコロナ禍で気づいた日本の偉大さ。では、日本の良さというのは具体的にはどのようなところなのでしょうか。出入国在留管理庁の調査によると、2020年における在日外国人の数はおよそ288万人。新型コロナウイルスの影響などを受けて、その数は減少傾向にあるものの、このコロナ禍でも多くの外国人が日本で生活を続けていることがわかります。ここではそんな在日外国人から見た日本の良さをご紹介します。海外のネット掲示板に日本に長期滞在する外国人が感じた日本が偉大な国である5つの理由が掲載されていたので、それを見ていきましょう。1、地球上で最も便利な国である。日本は世界的に見てもコンビニエンスストアなど深夜まで営業している店がたくさんあり、さらに店舗数も多いのが特徴です。海外では夜9時や10時に閉店する店がほとんどなので、24時間営業の日本のコンビニエンスストアはいざという時に欲しいものがすぐ買えて便利という評価を受けています。また買い物だけでなく日本の公共交通機関にも便利との声が。日本の電車やバスが時刻表通りに運行していることは世界的にも有名で、さらに都心部ではその本数が多いことも評価されているようです。加えて乗り換え案内や電車が遅延した時の対応も丁寧で、日本らしさが出ているとのこと。これは日本人のおもてなしの心とつながるものだと考えられています。料理が素晴らしい。日本食の美味しさは世界的にも有名で、このサイトでは世界で最も料理に取り憑かれている国の一つと表現されています。寿司やラーメンはすっかり日本食として海外にも根付いていますが、近年では抹茶ブームやカツサンドブームなども到来し、日本食は常に新たな話題を提供している存在と言えるでしょう。特に3年ほど前から人気に火がついたカツサンドは、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパを中心に愛好家がおり、コロナ禍でのリモートワークのランチとしても注目を浴びているのだそうです。また日本食の特徴として、素材本来の味を生かしたシンプルな調理法や、量より質を重視している点、地域によってさまざまな郷土料理が存在する点などが挙げられます。そういった特徴も海外の人を魅了しているようです。3、さまざまな趣味が楽しめる。生活総研の調査によると、最近では若者を中心に無趣味の人が増えているようですが、
外国人目線から見ると、日本人は様々な趣味を持っている人が多いのだそうです。例えば、燻製の作り方や写経、カービングなど、中には西洋カミソリの愛好家までいるようです。また、歴女や馬女、数女など、女性にスポットを当てた愛好家の呼称も日本ならではですよね。まさに趣味を持つ人にとっては楽園とも呼べる国でしょう。4. 常に新しい発見がある。たとえ外国人でも長い間日本に住んでいると日本の細部にまで目が行くもの。日本に限った話ではないかもしれませんが、日常の些細な物事にもその背景には様々な物語や理由が存在しています。例えば神社の鳥居が赤い理由や電車の発車メロディーに込められた意味、食パン袋の留め具の役割など、毎日の生活の中で様々な発見があり、日々の暮らしが驚きに満ちていることが外国人にとっての日本の魅力の一つと言えるでしょう。5. 街の細部に芸術を感じる。私たち日本人にとっては取るに足らない風景でも、外国人の中には日本の街は細部にまでこだわりが感じられると受け止める人もいるようです。例えば街のマンホールの蓋に描かれた絵。最近では各地方自治体がこぞってマンホールの蓋に地域の特産品や名所の絵を描き、地域活性化を図る動きが加速しています。今やそれは一種のブームになっており、マンホールの蓋愛好家が存在するほど。外国人にとってもそれは魅力的に感じるようで、一種の観光名所としても注目を集めているようです。このように外国人目線から見て、日本人は普段何気なく使っているものにもこだわりを持ち、大切にしていると思われているようです。日本人にとっては当たり前と感じる考えや日常風景でも、外国人から見るとそれがとても新鮮なものに映ることもあるでしょう。先ほどの日本の良いところ5つに関しては、海外から様々なコメントが寄せられていましたので、ここでその一部をご紹介します。海外の反応。この内容に激しく同意するよ。観光目的などで短期滞在するのもいいけれど、長期滞在してこそ日本の本当の良さが見えてくると思う。日本語を習得するのはかなり難しいけれど、それを乗り越えた後には大きな見返りが待っているよ。この5つの項目はまさにその通りって感じだわ。どれもとても素晴らしい日本の要素だと思う。私も長く日本に住んでいるけれど、日本での暮らしを愛しているよ。特に便座が温かくなるトイレは最高。ただ労働環境については改善の余地があると思うわ。日本に住んだことのある僕の経験から、日本の良いところの6番目を提案したい。それは、日本人の優しさと礼儀正しさと誠実さだ。確かに、日本は効率的でフレンドリーで安全な国だよね。だけど、給料の4割を税金として持っていかれる現状には愕然としたよ。これでは、税金を支払うために働いているようなものだ。日本のすべてが素晴らしいとは言い切れないけれど、確かに素敵な面も多いよね。コロナ禍を通じて日本の良いところを実感したよ。日本は私にとって理想の国だ。安全だし、食事は美味しいし、景色は綺麗だし。昔日本で暮らしていたけれど、ネガティブな思い出は一つもないくらいだよ。今すぐにでも日本に戻りたいな。まとめ。今回は長年日本で暮らしてきた外国人から見た日本の良さについてご紹介しました。まだまだ続くコロナ禍、感染拡大を防ぐための対応は国によって様々であることから、コロナ対策を通じて
その国の国民性や考え方に気づいたという方も多いのではないでしょうか。今回の動画では日本の良いところを述べる外国人が多かったように思いますが、もちろん日本にも課題はあります。例えば海外からのコメントでもあったように、日本人は働きすぎである点。確かにある調査によると、パートタイム労働者を除いた日本人男性の平均労働時間は2014年には世界1位と驚異的な数値になっており、長時間働くことが良いとする考え方もありました。しかしコロナ禍を通じてその認識も変わりつつあるようです。20代から50代の男女を対象にしたアンケート調査によると、全体の3割から4割がコロナ禍で働き方に対する考えが変わったと回答しており、若年層ほどその傾向が強い結果となりました。具体的には、働く時間や場所、仕事の進め方などに対する考え方が変わったと回答する人が多かったようです。このパンデミックをきっかけに、リモート会議や在宅勤務など様々な働き方の選択肢が生まれ、従来の形に縛られない考え方も増えてきました。日常の大部分を占める仕事に対する姿勢や考え方が変われば、それは必然的に休日や余暇の過ごし方にも影響するでしょう。外国人の目線から日本の良さに気づくことも大切ですが、今ある日本の課題を知り、世界の考え方を取り入れつつ、それを改善していけば、より過ごしやすく暮らしやすい国になっていけそうですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。